特別養護老人ホーム特養の朝です。夜勤明けの職員が一人一人に声をかけて体調を確かめます。はい、おはようございます。高松武さん94歳、要介護度は4です。着替え、排泄、入浴と日常生活のほぼすべてに介助を必要としています。今日これ見せて、今日これ、うん、寒いから。職員に結んでもらったスカーフ、最初は寒さ予防でしたが周りからとても似合うと言われ、今では毎日種類を変えて巻いています。いいと思うよ、うん、黒松内町の特別養護老人ホーム緑ヶ丘ハイツ、利用者が相部屋で暮らす、いわゆる多床型のタイプの施設です。高松さんと同じ部屋で暮らしているのが中田光恵さん87歳です。入居した当時は一人でいる心細さから不安に駆られましたが、高松さんとの相部屋での暮らしに救われました。私はもうダメかなと思ったんです。だからもう涙が出てると思うのはなかったけど、このお母さんはね、頑張んなさい頑張んなさいってやってくれてね、本当助かりました。勇気つけてもらってね。僕はもうお互いに助け合ってますから、すごくよくできます。はい、じゃあ上に上げます。緑ヶ丘ハイツでは週に3回ほど入居者が一つのフロアに集まり、リハビリのための体操やレクリエーションをします。これまで特養老人ホームはこうした大部屋で利用者が暮らす多床型が主流でした。しかし相部屋ではベッド脇のトイレで用を足すこともあるなど、どうしてもプライバシーが守られず、利用者同士のトラブルも起きやすいとして国は方針を変えました。平成26年度でですね、70% をユニット型、つまり個室に特養をしようと、全入所者のですね、まあ、そういう目標を掲げております。個室型では利用者は一人一人個別に暮らします。10部屋程度を1ユニットとして、職員を中心部に配置し、食事の時やレクリエーションをする時だけユニットごとに共同生活を送ります。緑ヶ丘ハイツでもユニット型に改修する計画が持ち上がっていますが、利用者の費用負担が増えることから実施に踏み切るかどうかは決まっていません。5万以下の金額で今は入っておりますけれども、まあ、どんなにやっぱり低い設定にしても、まあ、10万ぐらいのやっぱり金額っていうものには最低限必要になってくると思います。まあ、全てが全てユニットにするということになると、やはりそうやって入られない利用者の方が非常に多く出てくるっていうことは、まあ、懸念材料だと思います。はい、高松さんと中田さん共に生きるこの場所がついの住処です。こういう絵なんかも何も描けなかったんだけど、こちらのお母さんに教えていただいて、そしてもう楽しくてこうやって描いてるんです。ここの人がみんないい人なんですから、全ての人が多分親子以上なんです。ここにずっといます。どこにも行きたくないです。相部屋で生まれた絆は今日も二人を温めています。